俺今日すげえ専門店のように金子さんもかわいそうだなと言うぐらい積もって自分行ったんですよ。もう一歩も引かないぞみたいな、ね、あ、金子さん、いや今日のねえな、俺すげえ運勢持ってるのに今日金場所にしちゃってかわいそうになったと思いながら行きます。で、チラッと NBB のマーク見えます。もう僕引くと思ってます。もう確実じゃないですか。もう当たり前です。引くもう、まあ、まあ開けるまでもないなというぐらい積もって引いて、本当だったらここに NPB のマーク、ここに交渉権獲得みたいなマークがあって確定なんだけど、俺はこっちから見てるわけ。こっち隠してたわけ。でもこれ見た瞬間にやったの、よし、もう運勢がもう見るの分かってるんだよね。だってもう引くまでもないですもん。もう今日の運勢もう当たるしかないんだ。もうそれしかない。そんなつもりじゃなかったらくじだと引けないわよ。当たったのよ。